言ずつご挨拶をいただければと。今日はフィルメックスの初日から、ご来場いただきまして誠にありがとうございます。このオムニバスメイドインヤマートの、一編を監督しまして、まあ、仮プロデューサーみたいなポジションをしております宮崎大輔と申します。よろしくお願いいたします。2話目になる作品で4つ目の目という作品を監督しました富永雅紀といいます。ありがとうございます。制作のきっかけというかその成り立ち、そういった部分をちょっとお話ししていただいてもいいですか。はい、ですね、僕が神奈川県の大和市というところが故郷というか、今も住んでまして、そこはまあ本当に あんまり何もない町なんですが、まあ、映画を使って町おこしをしたいみたいなことをここ数年僕がやってまして、まあ、映画祭をやったり子ども映画教室をやったりしてたんですけど、ちょっと折からのコロナでなかなかそういうことが難しくなったという中で、じゃあそこでこう空白ができてしまうのはもったいないので、何か映画に関わること、市の人たちがこう映画に興味を持ってくれることをやれないかという話をしてた時に、じゃあ子ども映画教室の講師の方々および大和市の近辺に住んでる富永監督をお招きして、オニバス映画を撮ったらどうでしょうかということを市に打診したら、そんなことが本当に叶うんだったらぜひやってもらいたいんですよという形で動き始めました。監督たちは基本的にその子ども映画教室や映画祭に関わりがある方だったということでしょうか。そうですね、富永さん以外はそういう形で。はい、じゃあ続いてこちらお願いします。ありがとうございます。もう一枚いきます。お願いします。はい、ありがとうございました。